はい、どうも皆さんこんにちは、横マックスです。今撮影してる時刻がもう10時半ですので、まあ、もう寝る時間なんですけど、ちょっと今日動画を撮りたいなと、まあ、思いまして動画撮りました。よろしくお願いします。ちょっとね、夜なんですけど、バイアリス、僕バイアリスのオレンジが大好きなんで、ちょっと特にこの缶のやつが好きなんでね、ちょっとこれを飲みながらちょっとね、動画を今日は進めていこうかなと思います。皆さんもね、飲み物ありましたら一緒に乾杯でもいたしましょう。ちょっと開けますね。ヤミさん、今日もお疲れ様でございました。乾杯。おいしい。まあ、あのここにリッツあるんですけどね、まあちょっとあの食べながらだとさすがにちょっと喋りにくいのと、まああんまりお行儀良くないので撮影が終わったらということで、はい、最近好きなんですよね、リッツクラッカー。はい、まあいいや。ということで今回は、ちょっとね、こちらに画面を出しますので、ちょっとそちらを見ながら、ちょっと動画を進めていこうと思います。ドーン。はい、見えますね。これはですね、トミックスさんのホームページでございますが、今回はですね、まあ僕がトミックスさんの商品で今気になっている、まあ、ものをですね、ご紹介というか、まあ、ちょっと、まあ、紹介ですね、紹介したいなと思います。実は僕が今何が気になっているかというと、この今月の主な新商品っていうところで、まあこうやって583系とかね、733系、まあこれあれですよ、函館ラインなんですよね。いろいろあるわけなんですけども、車両というかここにあるやつですね。ちょっと待って、あ、これです。じゃん、これです。前も確かなんかで言った記憶があるんですけど、車載カメラシステムセットかっこ233系3000番台のやつなんですけど、見てください。東海道線の、まあ、233なんですけど、これカメラがね、ほらここについてるわけなんですよ。でカメラカーということで、まあ、映像がね撮れるというか、なんとこれスマートフォンで、まあ、ソフトアプリをダウンロードすると、それにそれでそのこのカメラのね映像がスマートフォンで、見て運転を楽しむということで、すごくこう楽しみというかね、期待している商品なんですけど、確かこれ最初ね5月にね発売予定で先月だったんですけど、まあ発売が延期と、まあいつも通り延期となってですね、今月の6月の発売になりました。まあもうすぐなんですけど、ちょっと今お金がないということなので、うん、ちょっとまだ買えないかもしれないですけども、とりあえずそうですね、これを気になっております。でこちらちょっと読んでいきますね。まず品番が5594って書いてありますね。で車載カメラシステムセット233系3000番台、価格がですね2200円。バカ、もうやもう価格がですね22000円、税抜き価格となっておりますけど22000円だそうです。まあそうですね、まあ高いですね、まあ、カメラがついてるってことでしょうがないんですけど、ここに特徴が書いてあるんですけど、こちらも読んでいきます。東海道線、東北本線、高崎線等で活躍する E233系3000番台、かっこ増備型のクハ E232-3002 カメラシステム搭載で、スマートフォン、レール、パワーユニットは別売り。まあ それそうですね。で上点灯システム対応のパワーユニットが必要。うん、まあこれもそうですね。面倒な配線は不要です。かっこ通常の走行用の配線のみで大丈夫です。で専用アプリは無料って書いてありますね。まあこれで有料ですだったらちょっと腹立ちますけどね、商品買っといてアプリ有料ですみたいなさ、それはちょっとないでしょって話ですからね。でカメラシステム、 Wi-Fi 対応のスマートフォンに無料専用アプリをダウンロードして、カメラ列車からの映像を運転士目線で楽しむことができます。まあ iOS9.2 以上、 Android 4.4なんでこれ以上のスマートフォンなどが必要です。対応機種はホームページでご案内予定。 CMOS カメラっていうんですかね、これ なんつうんだこれを搭載してデジタル仕様 VGA 画質です。んちょっとわかんない電源は室内灯と同様の方式でレールから充電します。おお、カメラシステム搭載のクハ E233000 は
室内照明ユニット非対応となります。あ、ダメなんですね。まあもちろんそっか、カメラが入ってるのでね、つけられないってことですね。前面の窓ガラスパーツはそのままで、カメラ用の穴は開いていません。あー、つまりあのカメラ用のその先頭車に穴が開いてないから、こうなんだろう、あんまり目立たないよっていうことかな。はい。カミカミで申し訳ないです。233系3000番台、重量編成用1715車の3両セット。まあこれあの勘違いしないように、あの重量フルで入ってないのでね、1号車7号車10号車の3両のみとなっているそうです。クハ233系の運転台側は TN カプラー装着、ヘッドライト、テールライトは点灯式で LED 基板装備、オンオフスイッチ付き、前面の行き先、種別表示部は交換式、交換用パーツは造血セット A に付属で、車番印刷済みで造血セット A に付属している転写シートで変更可能、車番 JR マーク印刷済み、フライホイール付き動力搭載、新終電システム採用。クハ E233-3000 は銀色車輪、他の車両は黒色車輪採用ということで、ちょっと長いちょっと全部読んじゃいましたけど、まあいろいろ書いてありましたので、ちょっと今日、まあいつもと違って今日は細かく読んでみました。ちょっと神々で申し訳ありません。ということで、まあ結構こうなんだろう、まあいい商品ですね。まあ見た感じだと、ただやっぱりこう3両だけっていうので、まあ造血買ってまで、まあ10両にはしないと思うんですけど、まあカメラカーだから別に3両でも全然構わないと思うんですよね。これだけをまあ走行動画をね、外側から撮るってわけじゃないし、カメラカーだからね、実際車両わかんないから、まあ別に3両だけでもね、十分楽しめるんじゃないかな。まあある意味これは車両というよりもこのカメラメインですから、カメラがもう売りということですからね、うん、別に3両でもいいんじゃないかなと。さあ続いていきましょうか。ちょっとカメラシステムセットだけでこんなにちょっと話長くなってしまいましたけど、これは気になりますね。うん、あとはなんだろうな、まあここら辺のその函館ライナーも結構気になるは気になるんですけど、まだわかんないですね。ちょっと保留ということで、製品化決定。あ、ディージュのノロッコ号出るんですね。あんまり見てないうちにいろいろ、あ、ノロッコ号確か前見たな。これです、じゃん、マリンライナーですね。製品化決定、冬発売予定。まあ、去年ね、まあ僕四国行ったわけなんですけど、これ岡山でね見たんですよ。いやー、やっぱ実際見るとかっこいいですね、マリンライナー。後ろだけ見ると普通に223系なんですけど、先頭のこの部分がね、これかっこいいんですよ。このダブルデッカーっていうんですかね、もう、はい。でこれ色がなんか2つあるんですよね、この赤っぽいやつとこの青いやつ。僕は青い方が好きなんですよ、個人的に。じゃあ瀬戸大橋ね、渡ってるこのマリンライナーっていうのを実際見たかったんですけど、残念ながらそれは見ることができなかったんですけどね、うん、まあ残念ながら乗ることもなかったんですけど、まあ駅で発車するとこを見たということで、かっこよかったです。ということで、ちょっとマリンライナーもちょっと気になっている商品でございます。あ、特に詳細はまだないということで、この画像だけということで、いいっすねマリンライナー。はい、あとはこれ、買わないかもしれないんですけど、一応まあ気になってはいますね。これトミックスの209系2100番台の暴走色、そして209系2200番台の南部線ラインナップ、製品化決定、秋発売予定と書いてありますね。で僕が欲しいのは、買うとするならば左側の暴走色になりますね。まあ南部線もねいいんですけど、やっぱりこの暴走色かっこいいですからね。個人的にはこのスカートが好きなんですよ。確かね209系のこのな、ん、暴走色、マイクロ S さんから、マイクロ S さんから確か発売してた記憶があるんですけど、まあトミックスさんからということで、はい、気になりますね。ただどうだろうな、すいません、まだはっきりは言えないんですけど、ということでこれも特に詳細はまあないですね。ただ写真が載ってるって感じです。うん、まあ、とりあえず僕が今
トミックさんで気になっている広報のやつはこんな感じです。それではさよなら。